キャリーネーション、キャリーエーネーション、キャリーエーネーション、1846年11月25日から1911年6月9日は、全禁止法時代アメリカの禁酒主義活動家の一人。特に、バンダリズム、破壊行為をもって、自らの見解を広めたことで記憶されている。ネーションは、幾度となく、アルコール飲料を販売している施設に侵入しては、 その内部を真っ盛りで叩き壊しのである。彼女の話題は、その死後も、数多くの書物や新聞、雑誌等に取り上げられており、1966年には、ダグラス・ムーアによって、オペラにすらなっている。このオペラは、カンザス大学内で、初上演れたネーションは大柄な女性で、身長は6フィート、180センチメートル近く、体重は175ポンド、 8 0ラム近くあった。彼女は自らをキリストの足元を走り、彼が好まないものに対して吠えかかるブルドッグだと述べ、バーの破壊による禁酒主義の推進を神聖なる儀式だと主張した。ファーストネームはキャリーともキャリーとも綴られる。キャリーネーションはキャリームーアとしてケンタッキー州バラードガーアード郡で生まれた。彼女は病気がちな子供であった。 一家は、数度の経済的危機と引っ越しを経験した後、最終的には、ミズーリ州、ベルトン、ベルトンに腰を据えた。キャリーの家族の者は、多くが心の病気に苦しんでいた。母親は時たま自分を、ビクトリア女王だと妄想する期間に入り、そうなると、若きキャリーは、奴隷控室に撤退するのだった。1865年、彼女は、 チャールズ・グロイド博士、ドクター・チャールズ・グロイドという人物と出会い、1867年11月21日に結婚した。グロイドは疑いようもなく重度のアルコール中毒者であった。彼らは娘のチャーリアン、チャーリアンが生まれる直前に離婚した。グロイドはそれから1年も経たない1869年のうちに死亡した。 彼女は自分が酒との戦いに情熱を傾けるのは、この失敗に終わった第一の結婚を原因だとしている。キャリーは教員免状を取得したが、この分野で十分な収入を得ることができなかった。彼女はその後デイビッド・エーネーション博士と知り合った。彼は弁護士、牧師、新聞の編集者で、彼女より19歳年上であった。 彼らは1877年12月27日に結婚した。夫婦はテキサス州ブラゾリア軍のサンバーナード川のほとりにある1700エーカー、690クタールの綿の大農園を購入した。しかし二人とも農業に関する知識が不足しており、この事業は失敗に終わった。ネーション博士は、かけすイコールキツツキ戦争に巻き込まれ、結果、 1889年には期待引き返すことを強いられた。カンザス州メディスンロッジに戻ったデイビッドは教会で説教をする仕事を見つけ、キャリーはホテル経営を行って成功した。彼女が禁止主義の活動を始めたのはメディスンロッジ時代のことであった。キャリーはキリスト教禁酒婦人連盟の地方支局を開局し、 上流酒の販売を禁止するようカンザス州に求めるキャペンを張った。彼女のやり方は、はじめは単なる抗議だったがエスカレートして行き、バーテンダーに、おはようさん、魂の壊し屋さんのような、当てつけがなしい挨拶をしたり、酒場の常連客に向かって、手回しオルガンで賛美歌を奏でるようになった。その努力の結果に満足しなかったネーションは、神に対して、 直接に祈りを捧げることを始めた。1900年6月5日、彼女は自分が天国の現像という形で神からの答えを受信したと感じた。彼女は以下のように述べている。典型に従い、ネーションはいくつか石くれを集めて、彼女はそれらを粉砕用具と呼んだドブソンの酒場へ赴いた。 彼女は、飲んだ暮れの末路から皆さんを救うために参りましたと宣言し、石暮れを取り出すと酒場の在庫の破壊を開始した。彼女が同様の方法で、カイオワ軍の酒場をさらに二つ破壊した後、竜巻がカンザス州東部を襲った。彼女はこれを自分の行動に対する神の是人の印だと見なした。キャリーはカンザス州で破壊活動を続け、逮捕記録の伸びとともに、 名声も高まっていった。道田での襲撃の後、夫が次回は最大限の損害を与えるためにマサカリを使ってみてはどうかと冗談を負ったところ、キャリーは結婚以来で一番まともな助言だわと答えたという。一人で、もしくは賛美歌を歌う女性たちを伴って彼女はバーに向かって行進して行き、マサカリで備品や在庫を粉砕しながら歌と祈りを捧げた。 1900年から1910年の間で、彼女は、破壊行為、彼女はそれを、ハッチキシャンズと呼ぶようになっていた。により30回ほど逮捕されている。ネーションは巡業公演で得た報酬や、土産用まさかりの売上金で罰金を支払った。1901年の4月、ネーションは禁酒運動に対する広範な反対で、知られていたミズーリ州カンザスシティに到着し、 ダウンタウンカンザスシティ12番街で何軒もの酒場に侵入しては酒瓶を叩き壊した。彼女はすぐさま逮捕され、500ドル2006年の金額に直せば11,500ドルの罰金を課されると同時に、カンザスシティからの立ち退きと再度の入手の禁止を裁判官から命令された。ネーションの反アルコール活動は、オールネーションズウェルカムバットキャリーのスローガンとともに、 有名になった。彼女は、ザ・スマシャー、エス・メール、粉砕者通信という各種の機関紙とティーハショット、マサカリという名の新聞を刊行し、晩年になると、彼女の名はボードビルにすら現れるようになった。彼女の写真やミニチュアのマサカリが販売され、有料の講義が行われた。ネーションは1901年に、ウィリアム・マッキンリー大統領の暗殺を称賛した。大統領が、 密かに飲酒をしていたと信じる彼女は飲酒者がその報いを受けるのを当然と考えたからである。晩年彼女はアーカンソー州ユリーカスプリングズに住まいを移した。そこで彼女はハチェットホールマサカリ堂として知られる家を建てた。家の向かいにある泉にも彼女にちなんだ名前が付けられている。彼女はユリーカスプリングズ公園での演説中に倒れ。 カンザス州レブンワースの病院に運ばれた。キャリーネーションはそこで1911年6月9日に死亡し、ミズーリ州ベルトンにある、ベルトン死墓地に埋葬された。キリスト教金主婦人連盟は後にフェイスフル、ツーザ・コーズ・オブ・プロヒビション、シー・ハス・ドネ・ホワット・シークッド、禁止法を制定させた特診者。彼女は、自らの成し得ることを成した。という文面の石碑を立てた。 メディスンロッジにある彼女の家、キャリーネーションハウスは1950年代にキリスト教金出婦人連盟によって買い上げられ、1976年にはアメリカ合衆国国定歴史建造物に指定され、本校は英語版ウィキペディアからの翻訳である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。